では参ります。細川たかしさんのなにわ節だよ人生は、聞いてください。言われて素直に飲んだら、肩を抱かれてその気になった。バカな出会いが二個に化けて、寄せば色に一目惚れて、何だよ女の人生は、嘘は誰かが教えてくれる、恋も誰かが見つけてくれる。そんな誰かに振り回されて、消えた女がまた一人。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、そして高評価ボタン、ぜひよろしくお願いします。